皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。モーニング娘。11期メンバーの小田桜です。イエイ。はい、今回私の初めて参加させていただくシングルが1月23日に発売されるということで、こちらの曲はですね、つんくさん曰く都会の中の孤独感とすぐそばにあるポジティブ力ということで、なんか私にはあまり経験がないような歌詞なんですが、なんかすごい強気な女の子っていうことで、でも最後に輝くとか PV もなんか徐々にみんなが集まって輝いていくっていう感じのすごいストーリー性もあって、とてもいい曲で私は大好きなんですが、こちらの曲のダンスも今の11人のモーニング娘。でしかできないようなダンスになっていて、やっぱりフォーメーション次第ですっごくフォーメーションが難しくてかっこよくて、だから今のモーニング娘。の魅力を存分に見えるんじゃないかなって思います。はい、今回の曲もぜひ世界中の皆さんに踊っていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。